はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。4月は22日の月曜日でございまして、まったりとしていますね。ビール系飲料さっき1缶飲んだんです。今日は合計4缶ですね。1日2回酔っ払うんですけど、その間にこう今ふーっと1缶ぐらいでは酔いませんけどね。でもまあなんかふわっとしますね。さて行きましょうか。ハンギョレに、これは19日ですからちょいと前ですね、フライデー、先週金曜日に出ていた記事なんですけども、1ドル1390ウォン台の下落に韓国副首相断固たる措置、口先介入ということなんですけども、ちょっとだけ読みますと、イスラエルウニャウニャもう置いといてですね、19日午前、韓国ウォンの価値が一時1ドル1390ウォン台まで下がり、口先介入に乗り出したものと見られると。これはですね、その前に韓国のチェ・サンモク副首相兼企画財政部長が、韓国経済のファンダメンタルと乖離した過度な外国為替市場の変動に対して、即刻断固として、措置していくと話したということがですね、これが1390ウォンの段階ですね。で、現在ですね、週が明けていくらかと言いますとですね、1379ドル、まあ1390に比べれば、どうでしょうね、10ウォンぐらいの差が出てます。介入は口先だけではなくって、実はしょっちゅうしてるんですよ、韓国は。さらに今回口先を付け加えたというのが正しいわけですね。韓国経済とこの1390がですね、今79ですけど、乖離してるかというと、全然乖離していないと思いますよ。つまりですね、韓国経済の実力相当が今のこの1379、あるいは1390というところに来ていると思います。で、日本はね、ドル円をむちゃくちゃほったらかしにするんですよ。でも韓国はドルウォンをですね、常に介入してるんですよ。なぜ韓国銀行、向こうの中央銀行ですね、はですね、通貨安定債という名のもとにですね、ドル建てでですね、こう債券を発行してるんですね。金を借りてるわけです、ドル建てでですね。で、その残高が多分ですね、3兆円ぐらいあるんちゃうかなと思うんですね、日本円で。で、通貨安定って何やねんと、要は自分ちの通貨ウォンがですね、こう下がった時に買い支えるため、ウォンを買うにはドルが必要でしょう。だからドル建てでですね、債券を発行してドルを手元に置いておいてですね、で、ウォンが下がり始めたら買いに出動するわけですよ。で、それのためにまだだからドル建て債を発行してるわけだって。で、日本とですね、この前ですね、通貨スワップって100億ドル分結びましたけども、これはですね、報道でははっきりしてませんけども、韓国側が日本にですね、懇願したはずなんですね。これ日本が韓国から外貨を借りるなんてことはありえませんからですね、向こう韓国が一方的にですね、そのメリットを享受できるわけですね。日本が100億ドル貸さなあかんという条約なわけです。条約というか協定なわけですよ。で、それをわざわざ結んだわけですね。なんでですね、その100億ドルも今使ってると思いますよ。つまり韓国はですね、何としても自国通貨ウォンを守りたいがゆえにですね、口先で介入もすれば、実際に為替市場に出てってですね、手持ちのドルを持ってですね、ウォンをどんどん買ってるわけですね。でもその結果として今1379ドルになってるわけでして、確か先週は1400を除いたこともありました。で、彼らにとって防衛ラインはですね、1400なんですね、実は。1400を守りたいと。これを守らなければですね、そのなんて言いますかね、韓国経済がダメになってしまうというふうに考え込んでるわけですね。私もそう思います。やっぱしね、何もかも輸入してる国なんですね、資源は。
日本もそうですけど、ほとんどの資源を輸入してるわけであってですね、自分ちのですね、ウォンのレートがですね、弱くなるとですね、すべての物価が上がるわけでして、原価が上がるわけでしてですね、ちょうど良いのは1200台というふうに言われたりします。1ドルがね。それが今ずっと1300ドル台に来てるんですけども、その1300ドル台も離れて1400に行ってしまう可能性があるということですね。そうなると非常に困るわけなんでですね、常に介入してるわけですよ。でもどうでしょうね、その最近の韓国経済を見ているとですね、柱であるサムソンがですね、弱いですね。メモリー半導体が主力なんですけども、主力商品なんですけども、まあ最近は落ち着いたとはいえですね、そんなに強くない、パソコンの値段下がってるでしょ、スマホも下がってるでしょ、それメモリー半導体の中に入ってるんですよ、だからブリブリは儲かっていないわけであって、しばらく続くんちゃうんかなと思うんですよね。ちょっとマシになってるとは言われてるんですけども、でも V 字回復みたいなもんではなくてですね、せいぜいなだらかな回復が続いて、でもまた景気は悪くなる可能性もありますしね。結局その元には戻らないと私は思います。またコロナみたいなのが来ればですね、まあまた話は別ですけども、そうでない限りにおいてはですね、サムソン SK の主力商品であるメモリー半導体であったりですね、スマホであったりってするのはですね、ダボついたままギューッといくんちゃうかなという感じはしますね。そうなるとどうなるかというとですね、輸出がいまいち伸びなければですね、輸入が増えてですね、貿易赤字、経常赤字にまた再び落ちて、再びではないけど落ちたりするとですね、徐々にウォン安に触れていってですね、お隣さんの人々の生活が苦しくなるという展開になるんちゃうんかなという気がします。お隣さん経済今年は大変ですよ、多分これから中国はバブルが崩壊して苦しんでますけど、お隣はですね、そのバブルでもないんですけどもですね、借金経営のゾンビ企業がですね、これからどんどん淘汰されていくんちゃうんかなと。やっぱりね、無理に無理を重ねてるんですよ。で、借金しまくってるんですよ。もう借金がですね、こう成長してるうちはいいんですけども、もう完全成長止まってますからね、お隣さんも。でものすごい少子高齢化が進んでるんですよ。そしたらお隣さんって内需が今後こう減っていくだけなんですよ。それも急激に減っていくんですね。なんでですね、どこかで経済がパリンする場面って必ず出てきますし、それはもう案外近い、案外近いと思います。中国よりももしかしたら早いかも分かりませんね。サイズが小さいだけにですね、無理に無理を重ねてきたところがですね、いよいよこう支えきれなくなってですね、パリンといってしまうんちゃうかなと。今1380に行きましたね。これ今日日中持ってるということは、まもなく夜の部です。なんか夜の部が最近でも夜の部頑張ってるんですよね。まあ明け方また1400を除くような展開がありうるのかもしれないなという気はしますね。まあとりあえずですね、このしばらくドルウォンはですね、見放せませんね。見放せないけど、なんていうかこう見放すって言ってたらですね、目をはですね、こう常にこう注目しておかないとですね、何が起こるかわからんなというレベルに来てますね。目を離せませんですね。はい、すいません。今1380.05 というところに来ています。なんかグラフを見ているとちょっと弱そうな気がしますね。でこれ1400行きますとですね、いよいよですね、外貨足りひんでという状態もあるいはあるかも分かりませんね。この介入した分ドル使ってるでしょ。そのドルって手持ちはもう使い果たして、だいぶ日本から借りてる、その通貨スワップで借りてるとかね、あるいは通貨安定債で、こう記載してるとかっていうのがあって、それの償還とかが当たってくるとまたちょっとやばいシーンが出てくるんちゃうかなという気がしますね。一応ですね、このハンギョレ、読みかけましたハンギョレのですね、ページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。